さあ待ちに待った夏だよ。日陰そしてそよ風、この間はいいんだけどね。さあ日陰に出たこうなると暑いよね。さあこう暑くなってくると魚も人間も涼しさを求めて、まあ魚であれば流れのあるところ、人間であれば風の吹くとこ、日陰のところっていう具合に、まあ好みが変わってくると。さあ夏になってきてさ、しゅんちゃん食べたくなる食べ物ある？俺はそうめんかな。しかも流しそうめんとか最高っていう具合に、季節季節状態状態によって食べ物の好みも変わってくる。これは人間も魚も一緒。さあ夏のアプローチ、代表的なところ、最新的なところ、なんかある？まあ虫とかね、まあ、つるしとかも夏いいんだけどねっていう具合に、夏は夏のいい釣り、最新テクニックあるんだけど、でも基本中の基本、忘れてない？忘れてるよね。そう、今回はそれをきっちり説明していく。さあそれが何かというと、しゅんちゃんドリフトでしょ。さあ流し釣り、さあこれみんな知ってるようで知らない、基本中の基本からハイテクニックまで今回きっちり最後までお届けするんで、お楽しみに。見とけよ。さあということで、まあ正直ね、冒頭から言うのは悔しいけどね、どっちかしゅんちゃんの方がうまい。まあまあ結構流してきたからね。流してきた、かっこいいね。流してきた。みんな使った方がいいよ。ということで今回リザーバーのバックウォーター来てます。まあもしくは人によっては河川かもしれない、まあ流れてるとこよ。こうやって流れてるところに来て、ドリフトあんまりやってない人は、えどこ流せばいいのってなっちゃうわけよ。なるほど。だからこういった見える景色の中で、まずどういったところに着目すべきか。なるほど。まずここから、ここから行きましょう。そうですね、まずねやっぱ偏光グラスみんなしてくると思うんだけど、これパッと見てると、まあ、バスは見えてないんだけど、なんかね川の真ん中に石があったりとか、大きいね、あとあっちは支流があって、でなんかサンドバーが張り出してる、だからまあなんか流れがまっすぐ流れていくところっていうよりかは、何かのストラクチャーなり何かの要素で流れがぐるって巻くところをベースで釣っていくっていう。なので、まあ、ファーストステップとしては目につく変化、まあ、それが一つに、揺れ、流れと流れがぶつかるところだよね。もしくはストラクチャー、まあ、そういったところに対してきっちり入れていきましょうということは、まず見ることが大事ってことだね。そうです、はい、じゃあまずは観察して流すところを探していきましょう。はい、はい、そういった感じです。よっしゃ、しゅんちゃん。あれだよね。あれだね。あの岩超わかりやすい。あの正面の岩に対して、まあ、どういう感じで入れ込んでいくかっていうのを解説頼むぜ。まあ使ってるリグが、0.45g のジグヘッドに、ファットウィップ5インチの高比重っていう、これに対してどこに投げていくか、狙うのはあの岩ね。もうめっちゃ分かりやすいでしょ。あの岩の裏についてると思うんだっていうところから、まあ、ざっくり投げるところ、まあ、この辺かな。この辺結構流れが速いんで、だいぶ上に投げた。でここで沈ませながらボトムにつくところのイメージで入ってる。もう表層とか中層ではない、結構ボトム寄りになってるかなって。あ、今岩に当たった。岩に当たって擦れてる。で転がしていく。ここでガッツリボトムが取れちゃってたらダメだから、で擦れてて流れて、きっと今裏と通ってもう過ぎたかなぐらい。これあれだね、みんなが思ってるより、まず一つシンカーが重くそ軽いよね。重くそ軽い、重くそ軽い。これね、俺ね、しゅんちゃんと釣り行くたびに、行くたびっていうか行った一番最初の時にビビったのが、 0.45 っていうのがカルチャーショックだったの。だってこれ見て、結構流れてんだよ普通に。これ結構流れてんだけど 0.45 を入れるっていう、この一番の規模は根が、今しゅんちゃんが言ったように根がからないようにする。そう、そこを取りすぎないというかね、ここなんだよね。だみんな使ってこなかったでしょ、 0.45 のジグヘッドなんて。だここがすごく大事だよね、だこれネコリグでも同じ考え方だよね。そうそう、だからまずシンカーは軽めでトライするっていうとこと、あとさ、投げて不慣れな人だとさ、投げて何を見て、そのあ今岩の方に入ってってるっていう風にするかっていう、あのもう糸です、完全に。そうだよね、もう入れてこの辺行きましたからので、リグが重たくないから、リグは重たいとリグだけ取り残されて糸が流れちゃうんだけど、ほらこっちょんちょんやってたら糸も流れてて、なんだろう、こういうくの字に曲がらないんだよね、曲がってないんだよね。だから結局糸と大体同じぐらいの感じでリグが流れてるよっていう。ただ軽いウエイト使っていくと、これも一つのメリットというか、俺がこの軽いのを使う理由。よっしゃ、食った。35。
35ぐらいで、今さっきちょっとざっくり言っちゃったんだけど、このジグヘッドが軽い、まあこれも大事なんだけど、これだとワームが軽かった時ちょっとね、役に立ちません。なんでね、もう一つの肝っていうのが、ワーム自体が高比重であることでね、今使ってるのがファットリップ5インチのヘビーウェイトなんだけど、なんでねヘビーウェイト高比重を使うかっていうと、まあヘッド自体ここだけが重たいとここだけが支点になっちゃうんだよね。だからフォールの時とかは重たければ重たいほどこういう重りに引っ張られて V 字で曲がってっちゃう。そうするとある種貫通力がついちゃうから、流れに対して流れていくっていうかは流れをさもう切りながらどんどん沈んでっちゃう。これだと流れていかないから、だからそれに対してこの、高比重を使うことによってウエイトが分散してるからこそ、うまく水を噛んで流れていく。ただ脳進化じゃなくてここに支点がついてることで、なんかボトム引きずった時の感度もいいし、まあうまくきれいに転がすためのこのちょっとした支点になるんだよね。だからこのバランスって実はすごい肝。うわここはそのえぐれ釣れそうやな。なんかここのステージにイケシ乗っちゃうのはもったいないな。ギル、お、コバスがおるわ。ギルとコバスがおる。コバスだって10コバッチ1年生。ちょ今度はあの岩なんだけど、岩がほぼ出てるじゃん。出てると出てる裏が重くしもすでに巻いてるから上から流してっても入らないよ。だからこういう場合っていうのはもう岩の上乗っけて転がしてここでも落としていく。この場合はある種ちょっと直撃じゃないけど、この流れの渦巻いてるところにダイレクトに出る。だから、ま、この辺から入れてあげる。直撃キャストでボチャンっていってその着水音がついちゃうから、ちょっと向こう側に投げて引っ張ってきて落とすとか、完全に岩が出てるんだったら岩上に乗っけてから転がすとか、そうするとあの流れの渦にきれいに入るから。でね、今、使ってるのがこのファットリップ5インチの高比重、ヘビーウェイトなんだけど、なんでこれ使ってるかっていうとね、まあ、太いでしょ見ての通り、名前からしても太いんだけど、太いからこの脇にして投げた時に、なんだろうな、まあまあ太くて強めで、今もうこのフォールでもしっかりブルブル動く。だからまあまあこの流れの中でもバスに対してアピールしやすいっていうのはまずこれ一つなんだけど、そのあともう一つがこの流れの中で操作するのに、流れの中入れて沈んできます。でさすがにやっぱね、糸を見て出るだけで分からないんよ。そこをたまにこうシェイクしながら糸をまっすぐに鳴らしていった時に、この糸をシェイク張って緩めて張って緩めてやってる時に抵抗が大きいんだよね。だから今どこ流れてるのとか、これやってればボトムついてればコリッともいるし、あとこの引っ張ってる抵抗っていうのは強いから、まあ本当使用感っていうか、どこにバスがいるか、まあまあルアーがあるかっていう、すげえイメージしやすい。これがね大事なところ。まあ、これ練習して、まあ、違うものとかいろんなものにシフトしていけばいいと思う。だからこれも基本だよね。基本のベイト。お、いた。でけ。でか。食った。よっしゃ。でかいでかいこれ。ちょっとこっち側に渡ってからの方がいいなこれ。3.5 ポンド。どうかな。オールソリッドパワー。よっしゃ。これがでもオールソリッドファイトだね。そう、テンションかけないっていう。フッキングの一発だけかけたけど相当だ、ね、まだこっからでもこいつは力溜めてるからね。見えないですね。 J2 の試合を思い出すな。あ、まだあこれハンドでいっちゃった方がいいかも。ほらブーバーふーでーい。すっげーの出た。もうね、バスが現れてふわーって流してったらプッって吸い込んだ。もうこれがねナチュラルのドリフトの力だよね。見てこのバイトの深さ、喉の奥まで行っちゃってるでしょ。だからまあ自然に綺麗に流したからこそ疑いなく食ったと。でなおかつね、このファットリップ5インチの高比重、ドリフトに最高だよね。いいんじゃない。ありがとう。うわ壮絶ファイトだったな。よし、いけるか。
てる。止まった。止まってる。入れてあげるか。あ、いたいた。じゃあね。うっ、センキュー。うわー、しびれたぜ。あのファイトはやばいでしょ。吸いまくったから。最高。よっしゃ今見た、ほう、イエイ、流してったら半年食ったよ、まあ、ああいうイメージ、流して転がしてきたらなんか自然に流れてきたミミズっぽいような、あんな感じで転がしてあげれば素直に食います。ドリフトです。これが俺が思うに、ドリフトでやるんだったらこの辺からやんわり流心寄りにじわーっと流したら食いそうなんだけどな、この辺このよれとかめっちゃいそうだけどな、こっからドリフトでふわーっと持ってったらで、アクションでありラインの処理なんだけど、まあまあ投げて、普通に投げて着水して何もしないと、まあ基本的にというかルアーの方が重たいから、ルアーはちょっと流れるのが遅いでしょ。で、ラインは軽いから流れてくから、そうするとルアーがあってこう U の字になっちゃうと思うの。でもそれが、まあそれで食わないわけはないんだけど、あんまりよろしくない。っていうのは、しまいには U の字になったところの U の頂点で引っ張られて、自然に流れるんじゃなくて、糸が流されてるのに釣られてルアーが流れる。それって自然なアクションじゃないから、あんまり好ましくないし、食わないくなるから。それを起こさないためにもキャストしてまず直線を作る。で沈めてって、ここでねシェイクとかしながら極力このまっすぐをキープできるように流していくんだよね。こういう風に、まあ、そうすることによってどこ流れてるかも明確だし、まあ、食ったんだったらここでね今のスラックがなくなってキュッとか走るし、あとボトムついたとかも分かる。だからこの U の字を作らないっていうのは、まあ、極力ね、まあ、まあ流れが速いとね無理な時もあるんだけど、極力 U の字を作らないっていうのは大事な要素だよね。それによってどこを今流してるかっていうのは明確に分かりやすい。お、よし、うっそー、ちょっとバラしすぎだな俺。そう、4号あったじゃん。くそー、ドリフトマスターじゃねえとこうなっちまうのか。流れを利用するっていうか、まあどちらかっちゅうと、まあ流れと友達になるっちゅうか。まあ、いわゆる川の流れのようにっていうやつですね。取った。ほら、出てこい。よし。流心。可愛くなったな。バラしたやつが45アップでちゃんと寄せたやつが30後半。めっちゃ元気。よいしょ。ね、飛んでっちゃったけど。ファットウィップの5インチ。それの高比重。まあやっぱ何がいいってね、単純に飛ぶ。
まあ、これっておかっぱりやっててすごくいいじゃない。でやっぱ重い分、まあ、しゅんちゃんも言ってたかもしれないけど、コントロールが効きやすいのよ。だから何やってるか分かる。だからやっぱりこういったあのドリフトをやってて、んー、あー、やっぱ好きになれないなっていう人は何やってるか分かんないから、だから好きになれない、だからウエイト重くしちゃうの、だから根がかかるの、もう悪循環。だからコーヒー重っていうものを使ってあげることと、やっぱこういった広い流れのある景色の中で小さいものを使うと見てもらえないから、見つけてもらえない。だからその中で5インチ6インチってこれぐらいの長さで、さらにファットウィップみたいに太い、まあ、これってやっぱいいよね。水掴んでしっかり動いてくれるから。まあバラしにバラしまくった末の、うん、可愛かったけどいい一匹食ったか、食った、おいしょおいしょ、気足食ったぜ。転がしたら小さいな、ちょっと、おっしゃおっしゃおっしゃ、どこ行った、おいし、ヤングバース、あれ、お、なんか巻かれた、え、竹だ、なんか、あー、やっべえな、これ、お、取れた、取れない、取れた、えいや、ふう、まあ、あの真ん中の太い流れ、ちょっとあんまボイルとかもしなかったから、太い流れに流してって、もう流れ切ったところだよね。あの自分の体よりも上流に投げるのはセオリーだけど、そっからもうずっと転がり続けてるのを転がして馴染ませてったら、ちょっと、まあまあそれもドリフトですよ。まあいいアグレージだ。さあ昨日は、夕方前からチャレンジということで、今日はねちゃんとね、ちゃんとスタートです。でもちゃんとって言っても実は朝じゃない。あの夏の釣りをやっていく上で、こうみんな朝釣らないともう釣れないっていう恐怖観念に苛まれるでしょ。実はそんなことないんです、日が出て暑くなればなるほど魚は流れに入っていく。で流れの中でも岩の裏とかシェードが形成されるところにどん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 集まっていくんだよね、むしろ夏の朝市なんてっていうのは逆に広域に魚が動きすぎて絞りにくい、夏の日中っていうのは逆に暑いんだけど魚の居場所っていうのはもう大方限られるんです。さあそう考えていくと今回のこのドリフト、もう朝チャンスを逃したそんなあなたにぴったりな釣りなんです。なんで朝のこの、いい時を過ごして、さあ午後どう釣ろう、どうしようっていう時にこのドリフトを持ってる持ってないで、あなたの夏の釣果っていうのは天と地の差になるんですね、そんな感じで今日も2日目、もう先生もう朝からやる気満々でございます。さあ今日も流れのプロ、江口俊介監修のもと、楽しくやっていきたいと思います。食ったかと思った。いやバッチリこうボトムを転がすしかないな、これ。お、食った。おっしゃ。お、深めを転がしたら食った。どう？いや、サイズはそうでもないと思う。言ってる時に限って結構しゅんちゃん良かったりするからね。いや、本当にでも。あれ、あ、バレた。なんでやねん。わかる。わかる。なんかバレても。わかる。それは俺はわかる。あれ？あそこか。うわ、またバレた。うん、昨日も今日もドリフトで綺麗に入れてってんだよ。ヒューって入れてってんだ、入れてってんだ、でクンってくるんで、俺ちゃんとフッキングしてるよね。ね、あれでかいバス全部バレんだけど。よいしょ。おう、イエス。まああの岩から流して、あの今ちょうどぐるぐる渦巻いてるあたり、あの辺まで沈めてって入って魚。まあサイズ感はちょっとちっちゃいけどね。まあまあそういうことですよ。やっぱ流れの裏とかに夜に溜まりやすいから、まあ、たまたま食ったのはこれだったっていうところで、これがドリフト。
いしょ、かわいいけどね、よいしょ、猫リグのドリフトで食った。まああのね、流すにしても脳進化、ジグヘッド脇、猫リグ、これも似てるようでちょっと全く違うからね。まあここは流れが強くてきちんと、岩の隙間そこに送り込んで流したかったから、猫リグファットウィップ5インチの高比重。さあ流しの達人になるためにはまず基本中の基本、これが大事で、ドリフト苦手な人、もしくはやったことない人、なかなか理解できないって思ってるそこのあなたに向けています。まずね、これドリフトをやるときに、まあ、流れに対して入れ込んでいくよね。例えばこういう感じで、まあ、下流側から上流側へ投げる。でこの時に大事なのが糸をどん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 緩めてあげようって、こうやってやっちゃう人いるんだけど、これ一番ダメなの。糸だけが流されて実際ワームは下へ下へ行って引っかかってる。だからこれは悪循環なんだよね。なんで正しいアプローチ、一番分かりやすいのは下流から上流側。なぜなら流されるんで、まず投げるよ、ピュッと投げる。で着水したらもうある程度糸ふけをこうやってゆっくり取っていってあげる。で流れのスピードに合わせてゆっくりゆっくり糸を張りすぎない程度に、ある程度の、なんていうのかな、変な日本語だけど張りを保ってあげる、ある程度の、たるみを保ってあげる。で流していくっていう流れに沿わして流していく、これが大事で、一番ありがちなのは流れ上から下へちょっと流そうとした時に、例えばちょっとクロス気味でも、上流方向から下流方向へ入れてった時、これ流れにね、乗せようと思ってどん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 糸をこう放出しちゃう。これもさっきと同じダメです。まず大事なのは投げて、まあその時のね流れとかリグのウエイトにもよるんだけど、基本としては投げてある程度糸を張ってあげる、張ってあげるっていうか、うん、ある程度のたるみをキープしてあげる。そこから沈めていくのに必要であればベールを起こしてちょっとずつ送り出していってあげる、これが大事。でいきなり投げる、着水する、糸バーって出しちゃうと、これもちゃんとしたドリフトはできないんだよ。なのでまあこの、着水してからある程度の糸のたるみをキープしてあげるっていう、ここだけはね、気をつけてもらえると、流しの達人、そこに向けての第一歩、きっちり踏み出せると思うんでね、よかったら参考にしてみてください。おっしゃ、食った。おいしょ。どうだ。おいし。流進から出てきたぞ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ふう。かわいいけど、ほんとあの流れが巻いてるところ、巻いてるところの結構尻尾の方かな。まあ多分俺のイメージなんだけど、多分このね地形見たら岩だらけだから、大きい岩があってその下にもちっちゃい岩あると思うんだよね。その辺のボトム転がしたらカカッ、まあいい感じ、まあサイズ以上にいい感じに入った1匹、いいんですよサイズは。これがドリフト。よし、わあ可愛かったな。でも綺麗なドリフトだった。でもちゃんと岩の後ろまでフォローして流してあげないとやっぱ食ってこないね。よいしょ、おーいいコンディション、かわいいけど、よいしょ、うらね、えかわいいサイズだったけど、でもいいドリフトだった。猫リグであのなんていうの、岩の隙間、まあ、ちょっとねやっぱうろ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 してる感じがなかったから、岩の隙間に入るように流してあげたら答えてくれたね。まあ今回はねこういったサイズだったけど、ああやって綺麗にケアしてあげると時にこれがねこのサイズじゃなくてもっとドンっていうでかいのが来ることもあるし、うん、まあでもうん、嬉しいな、納得の一発。
おっしゃ、よし、流れながらだよ、引くぜ、おいし、えい、イエース、ドリフトフィッシュ、イエイ、イエイ、かわいいぜナチュラルに流したからこその深いバイト、まあ、ナチュラルドリフトは、まあ、気づきづらいっていうのがちゃんとやってるから、まあ、バイト分かるんだけど、やっぱ結構深めに入っちゃうというわけで、プライヤー忘れないでね、おっしゃ、おっしゃ、おいし、入れ食いや、よし、あうし、ドリドリ、イエイイエイ、おお、行くね、頑張るね、知ってるね、よいしょ、イエイ、猫ドリフト、でもサイズがやっぱ可愛いね、可愛いサイズだね、まあ、でも釣れるのは楽しいけどね、これポインポイン、ナイスフィッシュ、サンキュー、さあということで、しゅんちゃん、流れの釣り、流れの釣りドリフト終わりましたね、うん、そうですね、ということで最後に総括、うんうん、しゅんちゃんの方からこれもドリフトの釣りをまとめて一言で、まあドリフトって言ったら、まあなんか一つなんかナチュラルドリフトっていうぐらい、まあナチュラルに自然にっていうのが肝で、まあまあ流れの力を解説する釣りだから、まあ流れと喧嘩しちゃダメっていうところで、まあ流れは友達っていうということでね、うんうん、流れをうまく理解してもらえれば、うん、今回しゅんちゃんが釣ったようなああいう大きいサイズも釣れるし、 そこのフィールドのアベレージっていうのもね、数も釣ることができるから、うんうん、まあ、とにかく夏朝一番外したからってしょんぼりしなくていいです、うん、これからは日中こういったドリフトの釣りぜひ皆さんやってみてください。